片金三郎ブロは日本の実業家である。日本統治時代の台湾における実業界の大物、相場氏が電ンとしても知られる、ガ村。1904年に入植し、台湾発の日本人移民村となった。福島県人300人、愛媛県人400人、台湾人800人、原住民タロコ族300人で開墾に当たったが、 たびたびタロコ族の襲撃に遭い、100人以上が亡くなった。現在のカレン県小飛木豊郷平和村郷明らに開拓記念碑がある。入職から4年半で閉村した1857年11月2日、長戸国萩のふらさし商家に生まれる。漢学を学び、やがて家業を継ぐ。1885年、東京に移り、藤田伝三郎の藤田組に入社する。 その後、大倉喜八郎の大倉組に移り、同社広島支店長を経て、1895年に日清戦争が終結すると、同社台湾総支配人に就任する。台湾統治初期のインフラ整備需要を利用し、1897年には、台湾で大倉喜八郎、山下秀美らと駅電車設立し、台湾での郵便や国庫金の提送 クーリー供給などを業務とする交通業を手掛ける。翌1898年には、小野田セメントの台湾における一手販売契約を結ぶ。同社の経営から台湾総督府の信任を得、1899年5月に土木建築請負い業、デン組を設立して独立し、台湾各地で、洋田市、建築業、運送業、 鉄道建設や港湾事業を行うなど、日露戦争中に、陸海軍用多市業に従事して、距離を収めた。さらに、台湾総督府から2万兆部の土地の払い下げを受け、が、田村という農場村も造成して、農場経営にも乗り出し、後には、台湾銀行、台湾政党などの大企業の創立に関与するほど、台湾財界人としての成功を収めた。 1907年4月に大倉組比較製造所、桜組、東京製菓は、今宮製菓所が合併して、日本に比較が設立されると、老いの田畑建造とともに、取締役に名を連ねる。1910年7月、老いの田畑が、副報道を設立したが、この本社所在地は、ガデンが所長を務めた、製菓機械製造所の土地であった。 1910年の日韓併合後は朝鮮半島も事業領域とした。ガデンは台湾の砂糖を朝鮮で販売しようと1907年頃から朝鮮に企業活動の重点を置き、鉱山開発、比較業、精米、電気、鉄道、造林などの多様な投資活動を行った。1907年頃から相場界に入り、1911年に 米の買い占めで距離を得る。1912年武蔵電機鉄道、東京急行電鉄の取締役就任。1914年発行の、当政名七十みじりり二まりによると、米相場で拒否を得るも2年続きの不景気により、財産差し押さえとなり、麻布の広大な邸宅も担保に入ったという。1922年7月4日、死去した。 満六十四歳遺没。朝鮮の事業は、無雇養子の肩直司が継いだ。長男のイブは、東京高等師範学校付属中学校を経て、早稲田大学商科を卒業、台湾総督を務めた、白爵佐久間様太の孫娘を妻とし、画伝組代表社員、萩生氏代表取締役のほか、関連会社の役員を務めた。ありがとうございます。